目標100億に私の方がフォローしますし、彼にもそういう動きをさせます。馬にみたいなニュアンスも感じられるので、うん、結構お食事なんかと合わせてもそうです合わせやすいかな、うん、今日私ドンピシャの提案を書きました。私自身は別に前の人がいようがいまいが走るので、株式会社ソムリエワイン事業本部法人営業部でマネージャーを務めております宮崎と申します。ワイン事業部で主販店様や問屋様、あとは飲食店様といったところにワインのご提案をさせていただく卸営業を行っております。百貨店様やスーパー量販店様を主に担当させていただいております。通常の営業活動とはまた別で営業部のマネージャーも合わせて務めさせていただいております。日々ですね、私を含めて4人のチームで活動を行っておりまして、私個人の営業だけではなくチーム員3人の営業活動も含めて活動を管理しています。はい、おかげさまでトップの売り上げを、はい、持たせていただいてるんですけども、自分が売ってるところだったりその提案しているところ、あとはまあ数字がどれだけ乗っかってくるかっていうところの、まあ、背中を見せながらチームのためになれるように日々精進しております。私でいいんですかね、よろしくお願いします。いや別に気持ちよくはないです、はい、ただやっぱり大きい数字を取れた時はよっしゃって思います。若干ありますかね。そう、大きい数字を持たせていただくってことはありがたいことなんですけども、お取引先様からの要望もものすごく多いので、まあ、そうなると外の営業活動っていうところがやっぱり少なくなって、一人でこう黙々とパソコンに向かって提案書を作ったりですとか、お客様への提案の内容を考えたりっていう作業が多いので、まあ、そういう意味ではちょっと孤独を感じるところはあるかもしれないですね。でもちょっと隠しきれてなくて出ちゃってるかもしれないです。うちの会社はもともと女性が活躍できる職場ではあるので、自分の力を遺憾なく発揮できる職場であると思います。はい、こちらこそよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。皆さん従事出社だけど、宮崎さんは従事出社。私の担当している先が、まあ、飲食店様より本屋さんだったり主販店様っていうところが多いので、結構朝早くから問い合わせが来ることが多いので、9時出社にしてます。全体条例では卸営業部全体の共有事項の確認だったり、あとは進捗確認っていうところも話をしています。そうですね、朝礼が終わった後に今度はチームのトゥードゥ確認っていうのを行っていて、毎日取引先に対してまあ、どういうアプローチをかけていくのか、今日はどういうところに訪問するのか、僕はやらなきゃいけないことは何なのかっていうところの確認を行う。9時出社なんですけども、まあ、ちょっと早く早めに来て、メールの確認や自分のタスクの確認っていうところをスタート、今度は自分のチームのトゥードゥの確認をまず1回目を通して、誰がどういうところで今日何をするのかなっていうのを1回確認してます。そうですね、実際ちょっとお見せできないんですけど、カレンダーにはトゥードゥがすごい溜まってます。今日中に提案を出したいところがあるので、今それの商品登録書っていうのを作ってるところで、お疲れ様です。宮崎チームなんだけど、はい、9月ね、はい、ロシアのが、はい、達成してないの、はい、で10月どうスタート一緒で、今回は私の方が、はい、まあ、先月想定していた売上分を今月回収しに来てるので、うん、今のところ私はいいんですけども、日割り日別でいくと若干遅れてる感じですね。宮崎はそのプレイヤーとしてはできて当たり前じゃない、うん、だけど、あなたのミッションって、うん、そのチームで目標達成することだから、うん、どういう動きさせるのか、彼に関して言えば、もともとの持ってる取引先の数が少ないっていうことと、うん、やっぱり見込み客の数の母体が少ないので、うん、業務主販、小売主販っていうところと、うん、で量販店の、新規を見込み化にするっていうところの活動を中心にやってもらってます、うん、はあれですね、ここの週間提案件数ってうちあるじゃないですか、うん、ここを山田さんに関して言えば、うん、案件化の件数にすればいいってことですかね。そうね、案件化、うん、提案じゃなくて、うんうん、そのなんていうの、
今おっしゃったことなんですけども、確実に訪問件数っていうのはクリアできてます。で、今までやってなかった横展開だったりとか深掘りっていうのを今活動を行っているので、来月来月といったところで数字の積み立てができるように私の方がフォローしますし、彼にもそういう動きをさせますんで。今日はちょっと久しぶりの店舗様に新しい商品が入ってきたので、そのご案内に伺います。今日は洋食業態の店舗様、昔から前のお店の時から仲良くしていただいているお取引先様になります。ビジネスっていう意味では信頼関係が大事だと思うので、そのお客様からの要望だったりっていうのをなるべく早くリアクションして提案していく、あとはこう期日までに決められているものは必ず守るとか、そういうちっちゃなことの積み重ね、あとは定期的なコンタクトっていうところを気をつけています。自分が提案したワインをお店の方がお客様にお勧めして、あ、宮崎さん、あのワインってすごい美味しくてお客様喜んでたよっていうふうに言っていただけるのが嬉しいですね。定番で扱っていただいている商品が欠品しちゃってちょっとご迷惑をおかけしたりとか、受注のちょっと手違いで、まあ、商品が届かなくて、まあ、今からすぐ持ってこいって言われてワインを担いでお届けに上がったこともありましたね、今日私ドンピシャの提案を持ってきました。いろんなボルドーが入ってきて、はい、でしかもなおかつ結構うちでしばらく取り扱いのなかったボルドーで、オラスのお客様から評判の良かったものっていうのをちょっとまとめて持ってきました。グランジュヌーブっていうワインがあるんですけども、まあ、そこで作ってるセカンドとサード、こっちの方がセカンドなのに安い、あ、そうですか。サードの方が高い。ヴィンテージの問題だと思うんですけど、はい、これはメルロ 100%、 そうメルロ100でペトリュスと同じような土壌で作られているメルロ100で、これ実際私もすごい昔に飲んだことあるんですけど、すごい美味しかったんですよ。でこの間なんかちょっと新商品の入荷を見たら、あ、また入ってくるんだと思って、あ、これは今日鈴木様に提案しなきゃと思って、はい、やってきた感じです、ね。うん、最近ボルドーお客さん結構、あ、本当ですか、進みやすい、うん、なんかほらこれからの時期的にちょうどよくないですか、うん、そうそう秋冬っていう、うん、タイミングで、そろそろ赤が好きだね、うん、そうですよね。個人的にここに載ってるのは、まあ、おすすめのボルドー、じゃあ入れちゃおうかなって感じですね、うん、だからここの番号を叩いてくれればあの商品ページ出てくるんで読めます。まだ老眼じゃないもうね、ちょっと始まってえ、じゃあ小室のこの間撮ったやつを2018あったら入れたいです、ね、うん、じゃあとりあえず帰ったら、スイマゼイユのヴィンテージ確認しておきますね、はい、今何年があるのか、はい、うん、なんて言えばいいですかねワインを詳しく営業上手で常にこうストーリーのあるワインをあの僕に提案してくれて、非常に面白いワインをいろいろと紹介してくれる方なので、とても頼りにしております。もう何年ですかね、19、20、21、23、もう5年ぐらいですかね。ワインを楽しみに来られるお客様も多いので、まあこういったストーリー性のある楽しいワインを持っていくとお客さんも喜んで飲んでいただいて、非常に評判いいです。だ、僕も安心しておすすめできる商品ですね。銀の雫ですかね、やっぱり一番驚かれるというかね、日本酒の酵母を使ったワインっていうのは、まあ、さっき最近では出てきたっていうふうにお客様にも聞くんですけれども、やっぱりまだまだね、うんうん、珍しいワインというか、非常に味も評判もよく、銀の雫を飲みに来るお客様もいるんですよ、うちも、うん、特にピノノワールファンも多いし、あとソーヴィニョンブランも、うん、面白い商品とかいっぱい持ってきてストーリー性のあるものがあるので、まあ、今まで通り、まあ、いいお付き合いできたらなって思っています。今日はその前にお話しされてた、はい、あのイタリアのビーガンワイン、ここに一応ビーガンの印象ついてる、はい、ピノグリジョ、はい、ちょっとお持ちしたんで、はい、味見ていただいて、よかったらどうかなっていう感じです、はい、
まあ、イタリアの北イタリア、フリウリベネチアジュリアで作ってるワインですね。うん、で、ヴィンテージが2020年。果実味はありながら、フレッシュはフレッシュなんですけども、割とこうちょっと落ち着いた印象？そうですね。うん、のニュアンスで、ちょっとこう旨味みたいなニュアンスも感じられるので、うん、結構お食事なんかと合わせても、そうですね、合わせやすいかな。うん。うんっていう感じなんで、ありがとうございます。はい、あとはまあこちらの方に、はい、まあ、同じくあのビーガン認証付きの赤ワインで、どうですか、今回好きですか、最初。お客様のどういう印象かなって言って、やっぱこう、はいはい、味ってみるじゃないですか、うんうん、そうですね、全体見ながら、ここのバランスをやっぱ差し込んで、うん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 、行かなきゃいけないなっていう段階にちょっと来ました、はい、なるほど、今の状況が了解です、はい、じゃあちょっとこのワイン置いてくんで、今日ありがとうございます、あの皆さんでお味見ていただいて、はい、まあ、あとはちょっとカテゴリーのくくりがなくなったっていうところであれば、まあちょっと他にも、そうですね、うん、ご提案できるものあるかなと思いますので、はい、ありがとうございます。あとギルシズクどうでした、好評です、あ、本当ですか、はい、あれピノノワールもあるんですよ、え、そうなの、じゃあ試してみたいですよね、ちょっとじゃあ今度高いですね、うん、そうですね、はい、はい、了解です、だいたい8年ぐらい経ちますかね、まあ、ワインの話をしてましても、まあなんかバランス感覚的にはまあ押してくるわけでもなく、まあ引いてくるわけでもなく、自分の思ったことをパパって言ってくださるんで、まあ感性が合うのでお付き合いしてます、お客様のニーズでやっぱりいろんなワインだけでもなく、いろたくさんのお客さんいる中で、まあ、海外のお客様も多いので接待等であのワインは扱っております、自分が飲んで美味しくないとやっぱり置けないので、自分が納得してまず味を選ばせていただきます、最初の時よりなんか生産者の選び方がいいのか、時間が経つにつれてものすごく今状態がいい感じになってると思います、だからもともとワインの生産者を選ぶ先見の目があったんだなっていうのをあのここに来て実感してます、いつも元気あるなって感じでしたけどね、今はなんかバランスがやっぱり良くなってきたんですかね、力がフュッて抜けたような感じです、やっぱり強い女性っていう印象はすごくあるんですけど、でも実はちょっと繊細で、でもうちの営業部の中で誰よりも優しさを持っている人なのかなと思って、やっぱり間違ってると思うことはしっかりとそれを声に出すっていうことを、まあ、やってくれるし、で戦うべきところとかはしっかり前線に立って戦ってくれる人だなっていうところはすごく尊敬してます。やっぱ宮崎さん、そうですね、ファッションあふれる方だなと思います。宮崎さんがやられてるのが結構小売りとか展示会とか、会社としてもかなりこう売り上げが上がる、まあ、卸部門としてもかなり根幹をなすようなところをご担当されてらっしゃるので、営業部を引っ張っていってもらってるなという印象があります。宮崎さん自身がかなりアグレッシブでエネルギッシュな方なので、後ろから見て学ぶことは多いなと感じております。15年目ですね、飲食事業部のぶどう酒食堂さくらという店舗に、ホールスタッフとして配属されました。もともと弊社の代表の森川 と、入社前から知り合いでして、でその時に正社員として働かせてほしいという直談判をしまして、さくらに入ることになりました。はい、無理難題にお願いをしました。ちょうど入社のタイミングでソムリエ試験の合格もしましたので、ソムリエの資格を持ちながらレストランのホールからスタートしたっていうところになります。 2,3 年目ぐらいの時に店長になってみないかという打診をいただきまして、2年弱ぐらい店長を務めさせていただきました。いや、レストランもそんなに経験が長かったわけではないので、その任命された当時はどうしようっていう思いですごい不安だったんですけども、与えられたチャンスなので、まあ、ここはやるしかないなと腹をくくってやっていました。すごいいっぱいあってキッチン側のスタッフの気持ちも分からなければいけないし、仕事の内容も把握しなければいけないし、それと同時にホールのスタッフの管理もしなければいけないし、でも一番大切なのはお客様に喜んでいただけなければいけないっていうところもあって、無我夢中でやってた記憶ですね。スタッフが数が足りなくなってしまったりっていうところがあった時には、その穴を埋めるのは自分だと思って14連勤
働いたりとか肉体的な大変さっていうのもありました。ちょうど卸営業部を立ち上げた後に社長の方からお声掛けをいただきまして、来月から卸営業部ねって笑顔で言われました。いや本当に営業職はやったことがなかったっていうのと、やっぱりその営業職っていう仕事に対してのイメージが数字に追われるとか、どうしてもちょっとネガティブなイメージが多かったので、そこを自分自身払拭するのがまず一番大変だったかなと思います。まず周りの人が何を言ってるかもちょっとよくわからなくて、普段レストランで働いててもあんまりこう聞いたことのない酒類業界のその業界用語っていうのに慣れるのが本当に大変でした。それは本当にあの恥も外聞もなく、当初私より先に入っていたスタッフが2名ほどいましたので、まあ、その方たちにもう時間を作ってもらってはわかんないことを聞いたり、まあ、あとは自分で検索したりっていうところで克服していったかなと思います。すごいいっぱいあるんですけど当初は営業部も入れ替わりが激しくて、気づいたら私一人で営業してるっていう時期が半年ちょっとぐらいあってたんですけども、その時はちょっときつかったなっていうところだったりとか、お客様にちょっと迷惑かけてしまったりとか、そういったことなんかが結構、今思うと笑い話ですけど当時大変でした。これは多分すごいいろいろな要因があると思うんですけども、まず第一に挙げられるのが会社を辞めなかったこと。一人きりになっても辞めてしまった営業マンのお取引先様をやっぱ引き継がなければいけなかったので、そこを引き継いで、まあ、自分の数字をどんどん伸ばせたっていうところの要因も一つ大きいかなと思います。あとはもう運が良かったっていうところもあるんですけど、まあお客様に恵まれてるなって、はい、日々感謝してるところも大きいですね。自分が動いた分だけそのお客様から提案依頼だったりですとか声掛けをどんどんいただけるようになって、そこからまあ数字が大きく伸ばせてきたんじゃないかなと自分では考えてます。レストランで働いてたからこその、感覚で、はい、ご提案ができるかなっていうところですね。なんで営業に入ったばっかりの頃は主販店さんとか問屋さんとかは本当怖かったんで、レストランのお客様のところばっかり行ってました。なんか私自身は別に前の人がいようがいまいが走るので、誰かと比べて悔しいとか誰かみたいに追いつこうっていう感覚がなんかあまりもともとないタイプなのかなって思いますね。かっこよく言っちゃえば自分との戦いというか、昨年の自分よりもっと大きく数字を伸ばそうとか、そういうところで業務をしている感じです。そんなにないかなとは思うんですけど、そんなに自分で強いとも思ってないですし、営業なんで数字を立ててなんぼっていうところがあるので、まあそこだけですかね、強さというか執着ですかね。昔は負けず嫌いでした。はい、今はちょっと丸くなってるかなと思います。営業なんで与えられた予算をクリアしていくっていうことはすごい前提として大事なんですけども、人間ってやっぱり有限なので時間は限られてるし、その中でこういかに効率的にちゃんと仕事をして数字も取って、でなおかつその自分のプライベートを犠牲にしないように、ゆくゆくは楽しく、営業を楽しみながらお客様に感謝しながら営業マンとして仕事ができるようになるのが一番いいのではないかなと思います。まず第一にチームの予算達成っていうところなんですけども、株式会社ソムリエが上場するにあたって法人営業部で与えられている目標100億というところに向けて、そこを達成するっていうところが次の目標になるかなと思ってます。最初聞いた時は私も途方もない数字だなとは思ったんですけども、今走りながら社内の体制を整えていて、でうちの弊社の強みとしてはやっぱり商品力というところは非常に強いとは思っているので、あとは、人のスキル、あとはまあ社内の人員面でしたり、まあ、あとはもちろん売る商品ももっともっと仕入れていかなければいけないですし、まあ、そういったところが整えられれば夢ではないかなとは思ってます。はい、ありがとうございます。